どうも、ピオンン2 5です。動画の方撮っていこうかなと思うんですけれども、ちょっとその前にすいません。私、昨日あるデレステ実況者さんの動画を見てたんですね。で、あの、その動画が、あの、トリニティフィールドのストーリーコミューを読むっていう動画で一緒に見てたんですけど、あの、あれだね、トライアドって喧嘩のレベル高いね。<laughs> なんか、私、あの、同系列のユニットでさ、PCS のパレットですね。パレットコミュー。 読んだことがあって、動画でよろしくお願いします。視聴くださいね。あのー <laughs>、その時もさ、一応 PCS って喧嘩してるんですよ。ただその喧嘩の内容がさ、すごいふわふわしてた喧嘩で <laughs>。いや、なんか、やっぱユニットの二度って出るんだなーっと思いましたね。はい。まあ、そんな感じでございました。というところで本日の動画は何していくのかっていうと、 私は、私またあの、新しい曲の解釈してきました。はい。まあ、過去にあの、ホームスイートホームの 2D リッチ MV の解釈したことがあって、ぜひともそちらもあの、ご覧いただきたいんですけども、今回は、カボチャ姫の新しい解釈持ってきました。で、ホームスイートホームって 2D リッチ MV が結構謎なだけで、曲全体を見るとしっかりストーリーもね、明確なんですよ。で、 まあそれもあって、すごいこう 2D リッチ MV だけ前回解読したんですけども、今回はカボチャ姫。カボチャ姫って結構その曲もさ、なんか曲全体も結構不思議な感じだと思ってて。だから今回は曲全体の新しい新設と 2D リッチ MV の新しい新設を、新しい新設って日本語おかしいね。新設を2つとも持ってきましたので、えー、ぜひとも皆さんにご紹介したいかなと思います。 先に言っておきたいんですけど、これ別に私がガチで考察したわけじゃなくて、ちょっと思いついたところを、こう、広げてって、えー、作った説なのでよろしくお願いします。では行きましょう。はい、というところでまず、かぼちゃ姫の新解釈一つ目、いきます。曲全体編ですね。えー、いきますよ。一つ目は、5人が暗殺部隊説でございます。<laughs> 暗殺部隊と。 で、デレマスの世界観で暗殺ってことが聞くと思わなかったでしょ。バリアーですね。私はね、10年後バリアーが好きです。リボーンの中でもね、一番10年後残殺好きなんじゃねえかなって思ってますね。いや、残殺かっこいいよね。あの、未来編でさ、あの、ビアクランド戦ってる時にさ、助けに来てさ、えー、サバダに伝えろと。9代目直、ボンゴレ9代目直属暗殺部隊バリアーは、 えー、ボンゴレの名のもとに、リンゴを守護する者たちを全力で援護するってう楽し話めっちゃ好きなんですけど、まあ、それはいいや。あのー、どういうことかと言いますと、あの、カボチャの王子様が出てくるわけですよ。今回の、カボチャ姫って。で、そのカボチャの王子様は、その国を追われたらしくて、で、あのー、最後の思い出作りにその舞踏会に参加したっていう話で、であの5人が、あのー、追われた国から、カボチャの王子様を暗殺してくれっていう依頼をされて、 あの舞踏会に来たんじゃないかっていう説ですねはい <laughs> これだけ聞いたらね何を言ってるんだとねデレマスの世界観で暗殺なんてあるわけないだろうと思われるかもしれませんただあのこの後の歌詞の,その裏みたいなそう歌詞のその新しい意味みたいなところを聞いていただければ、えー、すごい納得してくださるんじゃないかなというところで今回歌詞を3つピックアップしていきますのでよろしくお願いします 一つ目行きましょう。一つ目、序盤の方に出てきます。あの方、この方、いえ、あなたしかいないっていこれがあの、かぼちゃの王子様が初めて登場したシーンのセリフなんですけれども、歌詞じゃないごめん。セリフというか歌詞になるんですけれども、これはですね、今回のターゲットはどれなのみたいな話をオシャレにしてるわけです。直接やっぱりこう、その場で暗殺対象今回誰なんですかって聞くと、やっぱり舞踏会の場で、ね、暗殺しに来たというところがバレてしまう。なので、その場に適した。 エスコートは誰がしてくださるんですかあの方この方いえ、特徴の牡蠣あなたしかいないでしょうっていう、えー、感じ <laughs> でございます。次、二つ目いきます。二つ目、中盤の方に出てきます。呪いを解くのは私なのでしょう。これ、あの、まあ、かぼちゃの王子様が、そのか頭がかぼちゃになってしまって、あの、この呪いはどうしても解けないんだと。じゃあ、私が解いてあげるしかないのかなみたいな話なんですけど、これはね、あの、 楽にして差し上げましょうと。もうその呪いのことも考えなくていいぐらい楽にして差し上げましょうっていう解釈なんじゃないかなと。うん。あの、暗殺をしてあげましょうというところですね。もう、もう、早速やっちゃおうというところでございます。で、3つ目なんですけれども、最後の方に出てきます。曲が終わる前に顔ごと食べ尽くしちゃう。うん。あの、この後にお,のかお腹いっぱいっていうあの、一番謎なところに入ってくるわけですけれども、この部分は、 現在会場で流れている曲の間に任務を終わらせてしまうというところでございますね。やっぱり武道会会場なので、あの、常に曲が流れてるわけじゃないですか。で、それに合わせてみんなが踊ってるわけですよ。で、じゃあ、今この流れてる曲が終わる間に任務を終わらしちゃおうと。うん。だから顔ごと食べ尽くしちゃう。だからもう、全部をこうな、任務を終えて、もうカボチャの王子様って存在自体をなくしてしまおうという解釈なんじゃないかなと。で、最後の食事のシーンは、 あのもう証拠滅ですね <laughs> そうなんじゃないかなというところで、えー、1つ目の説、えーえー、5人が暗殺部隊説上げていきたいかなと思いますメンバー的にそのまあ小梅ちゃんと森久保となあと、えー、のりこさんと、えー、関ひろみさんなんで意外とこう何て言うんでしょうねこう暗殺部隊感ないけど 暗殺部隊って言われてもそれまでだなみたいなメンバーだと思ってて、<laughs> それまでだなって言い方はちょっと乱暴だったね。なんかあの、意外とこう面白いんじゃないみたいなメンバーだと思ってますので、そういう解釈しました。えー、続いて二つ目行きましょう。二つ目の解釈。こちらは 2DDHMV をメインに考えた解釈でございます。えー、直撃の相馬説でございます。他作品。<laughs> 食撃の,の相馬知らない人いますか私は一応全部読,読んでないんだけど、本当にちょっとだけ読んだ。あの、柿の種でさ、あの、学校入ってすぐにさ、柿の種でさ、魚のフライ作るとこ。あそこ、あ、違う、ごめん、あれだ。なんか、あの、爆弾のり弁みたいなやつ作るとこあるじゃないですか。<laughs> あそこぐらいまで覚えてます。あの、まあそんな感じで、食撃の相馬ってなんか、そんな感じで、食撃っていう行事 スポーツみたいなのしてくるわけなんですけどもあのまず第一に 2D リッチ MV の場面自体あそこはその何でしょう、ね、最後の,そのお腹いっぱいのシーンでこうかぼちゃの料理をあの食べてるシーンあるじゃないですかあれがそのメインというかあれが現状なんですね、はい、であの舞踏会のシーンあるじゃないですか序盤の方に出てくるあのシーンはその直撃の相馬的なあれなんですよ あの、食撃のそば、ご飯、あの、作られた料理を食べて、想像が出てきて、で、そこから現実に戻るじゃないですか。で、あの、舞踏会のシーン、想像の部分じゃないかなと解釈しまして。で、あの、なぜかぼちゃの王子様なのかっていうと、食べてる料理がかぼちゃ料理だからっていうところ。はい。で、あの、最後のお腹いっぱいは食事終了シーンですね。うん。で、最後になーは 2D リッチン部分のところで、あの、でへってやって、 あの顔、カメラに向かっててヘってやって、あの、ノンノブイリの最後のの <laughs>、最後の漫画特有のあの黒、黒く丸くなるあのシーンが出てくるわけですけど、あれは、こんな想像してましたよ、テヘ、みたいな感じで終わるんじゃないかな、というところでございます。この二つですね、私が新しく新設として持ってきたのは、うん。まあ、結構あり <laughs> かなとは思ってます。 えー、皆さんのね、そのなんか解釈みたいなのも聞きたいなと思ってますので、コメント欄でぜひ教えてください。えー、チャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ